どうですか、カレドニアサンホール回ってきましたか。なかなかの、なかなかの、はい、てかピンポジむずいね。ピンポジやばいね。ピンポジやばい、ピンポジやばいし、さっきもえそっちじゃなくてこっちもありますよみたいな。そうそうそう、しかもどこ打つ、こことかどこ打つのみたいな。ここもすごい、バンカーしかない。上じゃないですか、バンカー。あ、そっか、意外と超えるのか。意外と超えると思う。190あれば真ん中は190で超えます。はい、ずっとまっすぐ行った。超えた、完璧です。ありがとうございます。ビッグドライブ。おはようございます。やっと来ました。はい、QT、私あんまり試合のそのプロの難しくて分かんないんですけど、すね、QT っていうのはですね、一体どういう試合ですか。QT はもう本当に試合の出場権を得るための試合って感じですね。来年の、そうそう、来年の出場権、出場権を得るための年に1回ある試合みたいな、予選会。それはどういった方が出れるんですか。出れるのは一応誰でも出れたのかも、今年まではね。そうそうそうです、今年まではなんか QT は聞いてた、来年から厳しくなるんだよ。そうなんですよ、来年からその正会員の方しか LPGA の受けれなくなっちゃうので、すごく本当に幅がぐっと狭くなるんちゃいますね。で、まあ、4段階あるんですけど、ファーストは何試合、何日間あるんですか。ファーストからサードまでは全部3日間です。3日間、はい、でファイナルは4日間。ファイナルは4日間。きー、長いですよね。長い、そう。しかもファーストとか、まあ、100人受けて、まあ、何受けて、そのうちの10何パーとかしか通んなくて、 10パー15パー、もうちょっとかな、18パーぐらいかな。まあ、セカンドからは結構40何パーぐらい通るんですけど、最上の。そう、なるほど、うん。82ヤード、58です。はい。あー、浮いちゃった。でも、手前まで。うん。問題ないくない？ピン、結構手前そうなんで。ファーストとセカンドと、どういう感じだったんですか、自分の中で試合の。ファーストは結構コースが好きなとこ、なんか印象が良かったんで、全然さらっと回れて、セカンドはセカンドもそうですね、結構自分の状態が良かったんですけど、そこもまあコースの相性が結構
良くて、あとパターがめちゃくちゃ入って、うん、そうなんです、パターに助けられた感じで、ね、もう打てば入るみたいな。あ、いやなんか私結構バーディーガッツ苦手でダメなんですけど、うん、こう難しいコースで耐える方が結構良くて、だから、うん、じゃあもうなんて言うんだろう、もう結構耐えて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 のか、みんな結構コース難しいからスコア良くないから、それでまあなんかぼちぼち。ちょっと読めてなかった気がします。わあ、すごいボールドライバーどれぐらい飛びます？でも240ぐらいじゃないですかね。当たればもうちょっと飛ぶかも。そんな感じ全然見えない。なんかすごいこうワンってしてんのかなと思ったら、なんかパワーが、リガちゃんも言ってて、もうね、リガちゃんねパワーあるっすよ、ドライバーとか飛ぶと思うよって言ってて、うん、でもインスタ見てる感じだとすごいなんか可愛らしい感じそうなのかなって言ってて、全然男です。試合たくさん今まで出てると思うんですけど、はい、うん、試合中って、うん、なんかメンタル、あ、はい、コントロールがすごい難しいなっていうイメージがあって、うんうん、そうですね、試合出てましたもんね。そうなんですよ。どっちにですか、こうやっぱ、うん、落ち込む、落ち込むどころじゃなくて、なんかすっごい調子悪くて、うんうん、試合に出た日は、はいはい、めっちゃ良かった。やっぱ期待しないからですよね。わかるな。すっごいやってきて、もう連弾完璧で行った時は、ここ知らないとか、なんか体ももうガチガチになっちゃって、っていう私です。なんで？っていう私なんですけど。でもめっちゃわかります。やっぱりどうやってこう、なんかいろんな試合出てると思うんで、メンタルとかなんかこう気持ちのコントロールとかしてるのかな。基本は。うん、もう無で頑張りたい。無なんていうの、もうどっちにも浮き沈みがなく全てを受け入れるみたいな。で、究極最近思ったのが、なんか私どっちかというと、まあ、ちょっとイラッとかしてる時はまだいいんですよ、うん、ミスってイラッてしてる時はまだまだこう、まあ、別に次バーディー来てとか、本当に悪いと結構落ち込むタイプで、それ悲しくなっちゃったりするんですよ。でそれもダメ、それは負になっていく感じ。それはもう本当ダメな時のパターンで、うんうん、でそれとかもう通り越して試合の時に、うん、もう私はここにいるだけで幸せだなって思うようにしたら、なんか、うん、あ、スッとスッと無になれる。なんかもうこんなゴルフができて、試合に出れて、こうチャレンジできて、こんな幸せなことはないって思って、もう本当に悟りを開いて。それいいですね。でも私もそうしよう。結構こうなんか、結構なんかもう落ち着きます。やっぱゴルフにこう、あ、そうですよね。感情がわーってなるから、なんかもう良ければ嬉しいし、悪ければボーンって落ちてくるしみたいな。スバーディーとか取るとこうちょっと。こう浮かれなんか、うん、そうしますよね。しかもバーディー取ってないんで、バーディーチャンスに来ただけで浮かれてる。あ、でも分かります分かります。浮かれてるから、うん、もうなんとかしてよ、この気持ちの浮き沈み、っていう話。面白いですね。面白いですね。悟りを開いたんですね。悟り開きましたね。ついにいろいろ通り越して、台が悪いからThank you.
だ。右に出た。薄すぎた。なんかちょっと目で打ちたかった。直しておきますからいいですか。あ、大丈夫です。いや結構、はい、あのみほちゃん、りさちゃんと、うんうん、回ってて、うんうん、長くなってきて、うんうん、よく話すの。みんな結構一回悩んでて、りさ、はい、ちゃんもイップスになってて。そうですよね。みほちゃんもチーピンで悩んだ時期があってみたいな。私もはい。あるんです。あ、もちろん、もちろんっていうか、ショットが本当にひどくなったのがそうですね、3年前、ちょうど3年前ぐらいから2年前、うんうん、去年ぐらいまで、うん、あ、相当やばかったです。相当やばくなっちゃった感じ。そうですね、わけわかんないみたいな。結構もう曲がりの度合いが半端なくて、しかも練習じゃ全然平気なのにみたいな、はい、まあ、試合になるとみたいな。そうですね、みんなやっぱそれ通るしね、思うんですけど、見たこともないその目の前の OB に入ったりとか。そう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 、そう自分でもよくわかんない。いや本当に、でもそれでも私も自分のことイップスだなって思ってたりしたんですけど、でも結局技術が足りなかったり、まあ、スイングに問題があったりするのかなっていう方に行きました。でどうやって直ったんですか。やっぱりもうスイングをもう本当にオーソドックスにシンプルに変えたら、シンプルにしたら良くなってって、そうですね、割と幅がそんなに狭く、うん、とんでもない球とかは減ってきてる感じ。まだ怖い時もありますけど、うん、みんな通ってるんだね。今なリカちゃんはないのかなって。やばかったです本当に、うん、そう一回あのツアーに出た時に先生にずっと悩みを話してたんですよ。本当にひどくてみたいな、でもそんなみんなひどいよみたいな、大丈夫だみたいな感じだったんですけど、一回試合に見に来てくれた時があって、終わった後にお前よく棄権しなかったねって言われました。それぐらい、それぐらい、てか棄権は考えてなかったですけどと思って、自分はそこまで言われると思ってなかったです。そうそんなにひどかったですかみたいな。あとなんか視野がマジでお前はキリンかってぐらい広くなります。本当にこの辺ぐらい、普通普段この辺しか見えないものがもう絶対行かない OB とかまで見えてきたりとかも、いやそこに打つ方が難しいじゃんみたいなとことかまで見えてきちゃったりとかしてましたね。面白いね。面白い。キリンになる。まずキリンぐらい視野が広くなる。横に目があるじゃないですか。そう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 。これやばくないですか。なかなか。逆だ、早い、早い。なんか影ですごいラインが見づらい。確かに、うん。